おはようございます。ラスカラでございます。本日はですね、鶏と卵の専門店鳥玉さんっていうお店の、ネットのね販売から今回はいろいろ買わせていただきました。これなんですけど、うまそう。塩水鶏の半身ガーリック丸焼きってやつをいっぱいね、いっぱい買ったのと、あとこの別に黄金タルタルっていうのも買ったので、これをね、いろいろトッピングのアレンジとかをしながら今日はめちゃくちゃ楽しんでいこうと思っております。まずこの鶏ね、もう湯煎で食べれるみたいなんで、早速ね、向こうで温めていきます。はい、ということで今こんな感じで準備が整いました。鶏、いい匂いする。冷める前に食べちゃいたいと思います。よし、いただきます。あっつ、でもこれあっつ、柔らか、あ、ほろほろ見える、これ鶏肉、ちょっと豪快に。うまい。めちゃめちゃホロホロなんだけど。全然ね、パサつきもないし、めちゃめちゃ柔らかいし、これいくらでも食える。うまっ。これついてたね、ガーリックソースなんですけど、これもね、かけるみたいなんで、かけるみたいなんで、ん？ちょっとかけまーす。いや、うわ、うまっ。めちゃめちゃうまい、これ。めちゃめちゃうまいけど、多分ね、今日は綺麗に食べきれない。うめえ。ちょっとお野菜も、さっぱりする、さっぱりする。いいよ。そしたらそろそろタルタルにつけちゃって、いや、これこぼれちゃうよ、さすがに。あら、うまい。これはね、絶対両方買うべき。めちゃめちゃ合う。まあでも、こういう半身っていいな。こうやって食べると、脂っぽいところからさっぱりしたところまで全部味わえるから、最後まで飽きないし、いい。半身、いい。
タルタルがさ、卵がね、もうゴロゴロ入ってるの。これ嬉しい。そろそろね、ここの白いご飯用意したんで、これと一緒に食べよう。ちょっとガーリックソースつけて。めっちゃうまい。なんかね、このタルタル、黄身とかその卵のコクはめちゃめちゃあるんだけど、最後の後味にね、ほのかに酸味がふわってくるの。だから濃厚なんだけど全然重くない。これもめちゃめちゃ美味しくて、いくらでもいける。幸せのカロリーの味がする。そろそろレモンを絞ってみて、さっぱりとね、いただこうかな。よっ。いや、うん、これもいいね。むしろこのタルタルで白ご飯食える。うまっ。やっぱうまっ。うん。うまい。そろそろこの子の出番でございます。半身3つだから残り 1.5 話分ですね。実はね、買ったのはあと半身分家に残ってるので、これはね、改めて嫁さんと夜ゆっくり食べたいと思います。
これあれだね、 120% 口の周り汚れるね。いいよ。ちょっとね、そろそろもう最後の一番になってきたんで、味変をしていこうかなと。チーズ乗せて、はい、はい、そしたらお得意のこの子で、なにこれめっちゃうまそう。熱いかだ、うん、うん、ちょっと熱いな。これは合う。うん、絶対うまいもん、これ。こんな美味しくないはずないもん。最後の半身は、このチーズプラスピザソースを使ってみようかなと。まずピザソースかけて、ティーズ。ピザソースとチーズ、もうこれは完全にチキンピザ。熱いな、熱いよ。もともとね、あの下味にもハーブとかをがっつり使ってるから、もうね、ピザよ、ピザ、パンのないピザ、うん、めちょっとご飯残っちゃってるし、タルタルも残っちゃっててもったいないんで、ドッキングで。このタルタルがね、塩分自体そんなないので、こういう食べ方してもね、バッチリ美味しいんだよね。全然しょっぱくない。よっ、ただ、さすがにね、もさもさするんでコーラを。ごちそうさまでした。はい、ということで今すべて食べ終わりました。タルタルも僕のね、好みにバチッとハマってて、絶対にね、このハーブのやつを買うんだったらタルタルも一緒に買って合わせてね、食べた方が僕はおすすめでございます。ここ最近食べた食べ物の中でもかなり上位レベルにうまいって思った商品でした。購入ページについては概要欄の方に記載がございますので、興味ある方はぜひ一度ね、ご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。